フックの歌だから。みんな全員ね、ずっとナイスショット打ってるわけじゃない。プロゴルファーだってダフルシ取ってくる。もう痛いじゃない、痛いじゃない、痛いじゃない。葉っぱに当たるのよ。あ、葉っぱ取らないと。カットしませんからね。あ、そう。ありがとうございました。いい勉強になりました。やっぱ違うわ、カットビー。本日は PGM さんが運営している千葉国際カントリークラブにお邪魔しています。こちらは都心から1時間以内の好立地で、45ホールとダイナミックなゴルフ場です。浦さんと高明プロのダイナミックなプレーも見られるか。それではラウンドスタートです。でもよく噛み合ってる気がするけどね。噛み合ってる。いや本当に恐縮です。助けていただいて。いやゴルフってショットももちろん大事だけど、パターやな。本当にパターですね。何センチも何メーターも変わんないからね。400ヤードの30センチも同じ位置なんですからね。そうでどんだけグリーン近く持ってっても、うん、じゃあ意味ないです。そういうこと。でも思ってたよりいけてません、うん、ここはまだダラダラなってない。そうですよね。3つぐらいビハインドとかなってたらもう、もうダラダラだからね。ダラダラですよね。お昼もカツ丼とカツカレーこれちょっとこの風的に俺このアングル嫌い。はい、気持ち悪いですね。左からでフェーダーだから。そうですよね。そう、うん、あれでキックで出てくる。うん、まあ安牌かな。おー、すごいすごいすごい。傾斜で落ちてきた。はい。うわー、俺これ嫌いやわ。これがドローヒッターとフェードヒッターの違いです。もう受けてくれるから俺らは気楽。左からの風で左の木も邪魔なんで、後ろから見るとこれちょっと久々ドロー打ちいく。お、いきますか。あ、上手。ナイス。いいっすね。あたす。あ、めっちゃいい。キックもいい。完璧完璧ですね。弟も打てるね。全然ドローってね、むずいね。ドライバーのドローは特に、ホーメンさんの重心値だと難しいと思う。だからね、重心をね、またさらに下げない、はい、下げたんだ。でさらにあの小手先をうまいこと使ってらっしゃるんで、いやこれを試合でずっとやれって言われたら無理、絶対無理だと思います、はい。で一発いったからじゃあ次も打てるんじゃねえかなと思ったら今度こういくの。こうかこういっちゃうのよ。これは取ってきましょう。ここ取ってきましょう。ここここけたらきついです。でもなんか風怪しいよね。風怪しいっすね。95。風よくわからん。これはね、多分左上げだと思う、ね、上げっぽいですね。微妙な感じですね。右の一番手前抜きからドロー。もうちょい右から回すかな。うまい、うまいよこれ。あー、戻っちゃう、戻っちゃう。これフェード。ナイス。戻れ。あ、止まった。戻らないの。こう戻る予定だったんだけどな今。ここからフェード。これはフェードだね、イメージは。これフェード。うん、やっぱ変態だわ。うん、変態、うん、変態変態変態。初期用だから。いや、そんなことない。書いてるね、うん、感覚持てるってことは元来持ってるはず。いや、元来はどっちかとこっちなんですよね。うん、ドローヒッターですね。そう、それは今スタンスと重心位置で程度に変えてる方なんで。そうなんですね。軸の傾きをうまく使ってやってるから、まあ、逆に言うとそれで安定しちゃうと、それでトレーニングしても固めちゃうと他のことができなくなるんで。これ戻んないってひどいな。
俺ビーって戻ってコロンのイメージだったんだよね。あれ見た感じもほぼ100点でしたからね、うん、でもやっぱつま先上がりでフェードで打ってる分バックスピン量は減るんですかね。あ、うん、流れに逆らってる。うわ気持ち悪い。これ気持ち悪いね、はい、早い分抜けちゃうと思う見たら。だからよく見て左縁、左縁、左縁、左縁よく見てね。よく見て、あ違うこっちだ、こっちか。そうそう、よく見てもここから打つんだったらこの葉っぱかなのイメージ。わかりました。うまいなぁ、うまいなぁあれここ一人で終わっちゃってないか俺パター打ってないよ小田さん外しました。ホメさん何やってんすか、からもうスライス苦手だからしょうがないですね。よかったです私は外を読んじゃってますね。ね、うん、は速さがあるところを読みすぎたら抜けちゃうってイメージがある、ね、そうですね。あこれがでもやっぱりもっと重いグリーンばっかりなんで普段は、うん、抜けるっていうかほとんどないですよね。ないもんね。ないですね。もっと重いグリーンだと。なんか滑る感じがします。やっぱこういうのだと。これ多分ツアーだとこう倍滑るわけですから。そう。ちょっと難しいな。どうぞ。オッケー。よし。オッケー。だろ、なんか安牌で打っちゃってるな。安牌で打つと選ばれない。これちょっとピーキーな狙い方していかないと選ばれない、うん、ナイス全然違う人みたいスイング全然スイング違う人みたいここだけ見たらもうフェード大好きさん用のコースじゃないですか。全然知らんかったけど気持ち悪い。邪魔邪魔。前回来たのにここはもう絶対右から思いっきり回そうと思って。でもね回すのも怖いよね。怖いこれ怖いっす。飛ぶ選手はちょっとだから最後縦落ちにしないと危ないです。さらっといったね。さらっといったね、はい、いいんじゃない？はい。78のアゲンストだから80ちょい打つイメージか。すげえな。ちょっとでかい。あ、ちょっと厚いかな？うん、ちょっと厚そう。うん。あ、まあまあ。あ、いやもうでも絶対手前で。そうですね。いい字ですね。え、それってさ、ここに落ちて戻ったの？はい。はい、僕ですか？うん、僕これですこれですこれです。さあこれフックの小田なんだけど、はい、ちょっとここは譲るわ。あ、いいですか？どうどうどう。1個しない。4歩これで1個しないする。こっちから見るとします。俺この葉っぱでいいと思う。あ、それ僕今ここでしたね。あ、遠く見た。はい、確か遠くの方がいいかな。いやでも見ちゃったらショートするかな。いやでもイメージ湧きます、あっちの方が、うん、うわ結構食えるね結構切れたね今なんかいやらしいの見ちゃったよ今。いや多分ねボコ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 が原因だと思いますけどね。強すぎた。ちょっと強かったですね。あららら。いやでも多分本当に最初の僕のやつがポコポコで曲がったんだと思います、ね、うん、うわこれきついよ。ロング2つ取らないといけなくなったね。そうですね。あ、やっぱ弱いとでも切れるわこれ。
ダメなの。いやだってもう全然いかない。結構難しかった。うわこれはやばいよこれ。やばいよこれ。さあさあ来たよついに。来ましたよついに。どうもどうも2ホール目が肝みたいな。肝っすね。これはどんな感じ？これはうわこれまんまじゃん。はい。まんままんまですまんまです。見たまんま。はい。もうまんまです。私めっちゃ打ちづらい。これは左はどうもダメっぽいもんね。ダメですダメですダメです。ナイス。ああちょっと気楽になった。俺ここ気持ち悪い。もう音がえぐ。曲がるかもしれませんが。大丈夫よ。振ります。すげえすげえ。いきましたね。すげえすげえ。すげえすげえ。キャリーが違うわこれ。あらっす。いやいやいや。あんなにまっすぐ飛んで飛ぶんだったらもう完璧だよ。この体で飛ぶっていうのは日本人に合うと思う、はい、なんかでかくて飛ぶっていうのは当たり前みたいな感じしちゃうけど、はいはい、でもこれでも飛ぶんですよっていうのがやっぱりそれ証明できれば、はい、やっぱ視聴者さんはすごい、はい、あーって、はい、俺もめちゃくちゃいい当たりだったね。良かったですね。でやっぱ30ヤード違うってことはやっぱ違うわ。なんかさグリーン難しそうだよね。いや難しいっすね。あのピン位置めちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、孔明さんだってこれフェードで行くんですもんね。イメージはね。安全パイ安全パイ安全パイ。安全パイ行ってないよ。安全パイ行ってないですね。これ。安全パイです。安全パイ。安全パイ？どっかでちょっと。狙っとこうかなっていう気持ちがふわっと後ろ孔明さんいるし今のでちょっと攻め方が変わるかな。うめえ。あちょっと弱い。うわあでもまあいいとこじゃないですか。安全パイ安全パイ。最初にあれやっておいて欲しかったですね。できればね、なんでかな。どうしたかな。うわもっと右から回せばよかったな。いや俺はもっと突っ込めばよかったな。いやあの傾斜でフェードで突っ込めないですよね。いや軽くやっぱフックでしょこれ。はいフックですね。だと思います。あれおおほほほまあまああのちょっとフックしましたよ。本当にちょっとだけ。なんかやっぱ跳ねるね。でもポコポコしましたね。よよ。惜しい。今行ったなと思ったのに。切れないな。切れんかったね。いや、フックだよ、なんだよ、これまっすぐか。いや、気持ち悪い。なんか捕まえる感じじゃないと打てないっすわ、うん、ああいう時って、まっすぐ構えてまっすぐ打ってます？それとも押し出す感じで打ってます？順回転でまっすぐ打つ感じ。順回転か。ちょっとオープンで、まっすぐ先は、はい、順回転で打つ感じ。うん、うん、そんな感じ、はい、いやこれやばいよやばいよやばいよ。ちょっと待って。え、もうこれちょっとやばくないですか。ちょっとやばい。あれ